そうだったのね。トップという人物に従うような感じだったなんて。そう考えるとマインドコントロールって怖いわ。マリサもアリスも私もようやく解放されたけど。そうね。洗脳されていた時はたまたま従っていたんだもん。でもみんな元に戻ってて安心だよ。残りは霊夢さんだけですね。霊夢さんを助けましょう。最初に洗脳されてしまったのは霊夢だったし、そんな霊夢が最後になるなんてね。そうですね。皆さんで霊夢さんを救い出しましょう。ああ、霊夢を救うのが今回の目的だぜ。霊のごとくあの階段を進めばいいだけだ。今日のキリサメマリサ様は正義のヒーローのごとくやる気満々マウンテンだからな。ボランティア活動でボランボランしたことがついに活かされるんだぜ。お前もそうだろ、霊夢を助けたいよな。恋しよ。いや、あんなやつ、助けなくて。え？どうしたんだよ恋し。いつもとなんか違うぞお前。なんだよ、急に。あんたたちはのんきなものだね。私には考えられないわ。なんで助けるのか。あんたたちには善意なのかもしれないわよ。霊夢さんなんて、放っておけばいいんだよ。マリサにアリスに、言うか。そしてみんながいれば十分。あんなやつ、最初からいなかったんだ。おい、恋しよ。そんなことないだろうし、なんでそんなこと言うんだよ。お前、霊夢と犬猿の中でもなかっただろうが。私はな、相棒でもあるお前のことをよく知ってんだぞ。これまで青空横丁で共にしてきた仲間であり、友達じゃないか。私もそうだが、霊夢もお前を信頼しているし、お前を邪魔者だったりのけ者とは思ってないんだぞ。それなのに、今、霊夢が苦しんでいる時なのに、なんて心にもないことを言い出すんだよ。マジで、お前の神経、麻痺しているのかよ。マリサまで、あんな奴の言いなりであり、味方。いや、取り巻きのような存在なのかしら。私は傷をえぐられたんだ。二度と、言えることもない傷をね。失望したよ。もしみんながあいつのために動くというのなら、私は賛成しないわ。勝手にやってほしいわ。おい、小石。普段温厚でアホバカま抜けバナナな私でも怒るぞ。お前、このタイミングになって何をほざいてんだよ。霊夢をないがしろにするのか？お前と霊夢は悪くもない関係だった。それなのに、今、この場所で起きていることが私たちにかかっている。っていうタイミングじゃないか。ラストダンジョンで言い合いなんてバカバカしいだろうが。そうだよ。私たちはサイコフェイバリングス社と戦わなくちゃいけない。それなのに、そんなことで時間すらも奪われるなんて。小石さんはそんなことを言う人じゃありませんよ。私も付き合いが長くて、知ってるんです。小石さんの皆さんの絆が強く結ばれてるんです。そうよ。ここまで来れたのも今まで私たちに出会ってくれた人々、そして私たちがいるからなのよ。ゆかりさんに案内されて、小石さんたちと旅をすることになったんですよね。ここまで来るなんて、そうそう簡単なものじゃないんです。ああ、そうだ。みんなで旅をしたから今、ここにいる。そして、お前がアコディスの沼地に行きたいと提案した人物だ。お前からの誘いがなかったら、今頃、こんなところで、サイコフェイバリングス社と戦ってなかった。お前の提案によって、今回の旅が生まれているんだ。霊夢は洗脳によって暴走している。お前の心の傷をえぐったのも本心ではない。霊夢はお前に対しても、侮辱することなんてない。霊夢はお前、そして私たちの助けを待ってるんだ。それなのに、お前は一人して、そんなことを言い出した。これから、さあ、助けるぞって時にな。だから小石、ここでそんなことを言っても何も解決しないし、お前が虚しいだけだ。せっかくの世界旅行が、今回のことで全部台無しに。あなたは黙っててよ。私のことを、全部知ってるわけじゃないのに。何偉そうなこと言ってるの。大体私は気まぐれで提案したのよ。それが正解だったとか、間違いだったとかはどうでもいい。私は、やりきれない。本当に、あいつ
にとんでもない目に遭わされてる。とんでもない目にって、そんなことないぜ。いや、あるわ。あるから言ってんだよ。あんたたちまであいつのことを守るのなら、私は帰るから。青空横丁。いや、綺麗でんに。小石ちゃん、やけにならないでよ。みんなは小石ちゃんのために言ってるの。みんな、小石ちゃんをいじめてなんかないよ。そうですよ。小石さんが離脱したら、大変なことになるんですよ。そんなのどうだっていい。もう私は嫌なんだ。何もかも。世界を守るとか、平和が続くとか、偽りの世界はもう見たくないんだ。平和のために頑張っても、何も意味もない。だから私は。てれ、こんな時に限ってブリッジだー。恋しい。よそ者が何の用だ。私のテリトリーに侵入してくるとは。ここは我々のようなエリート天狗たちのテリトリーなのだ。関係のない者が立ち入ることは禁止されている。まずはお前を追い返す。ここから先は通させないぞ。はぁ、わかったわよ。帰ればいいんでしょう。待て小石、返さんぞ。何よ。お前、ここに来てもご機嫌斜めだな。今は不機嫌ムードでいる場合じゃないだろう。いつも通り私らはこの空間に飛ばされた。どうでもいいんだよ。ここから出るわ。だから待てってば。ふん、簡単に返すわけがないだろう。まんまと私の罠に引っかかって。私を封印していた奴らに復讐をしなくてはならん。そのチャンスがまさに今、到来したというわけだ。だから、お前たちを手始めに仕留めよう。嘘だろう？なんであいつがこの場所に。あれじゃないかしら。残留思念ってやつ。残留思念？どういうことだ。ほら、以前地獄街道で戦ったでしょ。そして私の体に用意して、ブリッジサイドに逃げた。だからその時にあいつの死後がデジタル空間に記憶されたのかも。そんなものが残るほど、あいつの復讐たる心はより強いものだったのか。っていうかメグムから憑依して出てくるところまで完全再現されとるがな。マリサ、ここであいつを逃がしたら、またしても世界を混乱に陥れるかもしれない。やるしかないわよ。ああ、一難去ってまた一難なんて、望んでもないことだよな。ごちゃごちゃと話し合いしているようだが、まずはお前に憑依する。くだらん戦争を続けるバカどもに復讐だ。ち、避けるなんて、ずるい。憑依できないだろ。憑依させないわよ。よし、マリサ。いつもの頼むわよ。ああ、私たちは今の状況で怯えないほど鍛えられたものだぜ。さあ、お前の復讐劇もそこまでだ。ブレイジングスター。あばばばばばばば。なんだこの電撃は、ああ。ふざけるな。私に反撃するなよ。下等生物が、ああ。私たちは本気だよ。いざの解放。ぐわわー。グルジバブエーやー。覚えておけ。いつの日か第二第三の私が支配を。お前と編み出す連携技は爽快感が半端ねえよ。これで小石も気が変わったか。そうはいかないわ。やっぱり、私、無理。もうこんな戦いも物語もおしまいよ。お前、まだ根に持っているのかよ。いい加減に霊夢のことを考え直してみろよ。お前は素直に霊夢のこと、嫌ってないだろ。お前に傷をつけたかもしれない。だが、霊夢は本心ではそんなこと一切思ってない。私が言ってやる。だから、霊夢を一緒に助けよう。そんなお前であっても、
私たちは信用してるんだぞ。無理よ。あいつのために動くわけないわ。あとはすっかってやってなさい。お前、マリサ。ダメですよ。すまん。ついカチンと来てしまった。小石のやつの霊夢に対する憤りがありえないくらい、出てきているんだよ。なあ、小石。考え直してくれ。冷静になって。お前、本当に霊夢のことで、やけくそになろうとしているのか。マリサには関係ないでしょ。関係あるってば。あるから聞いてんだよ。私、お前が心配なんだよ。なんでさ、霊夢の一言で、お前は、そこまでのことをしているんだ。私は傷ついている。言えないほどの傷を、それを霊夢さんに言われたんだ。まあ、覚醒しているし、洗脳されている状態だもんな。だからそれが霊夢の本心でも本音なんかじゃない。私を傷つけたことに変わりないわ。私は死にたいくらい、ひどいことを植え付けられた。所詮、私は嫌われ者になるんだよ。姉さんも。そうだったんだよ。綺麗殿に住んでいる姉妹はとんでもない奴らだ。なんてありもしないことも言われたりしたわ。だから、霊夢さんも。白霊霊夢も。誰かしら、トップ様のために用意した、フラワーガーデンにいるのは、今から手入れをしようとしてるんだけど、そんなところにいたら邪魔で、作業できないじゃない。霊夢。私たちのことを邪魔と言ってるんだな。まあ、そうか。今は敵の一味だ。というわけで、邪魔者は排除せねばならないわ。さあ、くたばりなさい。むう、なんてことだ。小石がああなっている状態で、本人を悩ませている霊夢が来ちまった。小石は置いといて、私たちでやるしかないか。あれ、でも小石、動き出したみたいだけど。小石さん、一体何をする気なのでしょうか。なんやって、小石。おいおい、小石。お前は、お前は、何をする気なんだ。お前の目の前にいるのはお前の知っている霊夢じゃない。覚醒して、洗脳されてしまった霊夢なんだ。霊夢さん。霊夢さん。私だよ。小石だよ。私ね、あんたに言いたいことがあるんだ。霊夢さんのことなんて大嫌いだ。小石。何よ。見ず知らずの者に嫌いなんて言われる筋合いはないわよ。私はトップ様のために、邪魔者を排除するのが仕事なのよ。うるさい、あんたは私をひどくひどく傷つけた。そんなあんたを信頼してたまるか。あんたはいつもドジでバカで、人手なしで、危険度でめんどくさがりで、どんじりで、紅白の巫女のくせに。なんか半分私の要素入ってないか？霊夢さん、私はあんたを倒す。私はもうこんなことに付き合ってられないんだよ。光の授かれにあいろうす。すごく綺麗な花だよ。小石さんがまるでお花みたい。これが小石さんの隠し持つ必殺技なのですか。小石様は期待を裏切りませんわ。霊夢様のために。霊夢さん、もう一度言うわよ。私はあんたが嫌い。あんたが嫌いだから、こうしてやってるの。私の霊夢さんを変えてよ。じゃあ、なんだよ、まるで小石の技とは思えないぜ。はぁ、はぁ、何が起きたのかしら。霊夢、元に戻ったのか。え、マリサに小石に、みんな。っていうかここはどこよ。サイファーのタワーにいたんじゃ。霊夢さん。え、小石、どうしたのよ。霊夢さん、大好き。はぁ、ちょっと大好きって何いきなりそんなこと言ってるのよ。霊夢さんは私の友達。私たちの友達。お帰りなさい。私たちの霊夢さん。状況がわからないけど、何かあったのね。
ていうかあんたがここまで近距離で迫るなんて、どういうことなのよ。霊夢さんは、私の相棒で、パートナーなの。だから、寄り添い合って、欲しいの。はぁ、おいちょっと待て。話が違うじゃないか。お前、あれだけ嫌いとか言ってたくせによ。うっさいうっさい、バナナデーモン。霊夢さんの相棒は私よ。小石、調子に腐りやがってよ。霊夢の相棒は私に決まってるだろうが、この放浪妖怪が。なんなのよー。小石にマリサにして、なんであんたらに取り合いされるのよ。小石もマリサも、霊夢さんを愛してる証拠ですよ。強い強い絆で結ばれている。かけがえのない存在なんですよ。霊夢さんも小石も、最初から最後まで切っても切れない関係を築き上げていたんだわ。